赤い博物館は、大山誠一郎による推理小説。2013年から2015年にかけて、文芸春秋の雑誌、つんど読。オール読み物に掲載された。2015年9月19日に単行本。2018年9月4日に、文春文庫が刊行された。2016本格ミステリーベスト10国内ランキング6位。このミステリーがすごい。 2016年版国内編19位、本格ミステリーワールド2016黄金の本格ミステリー選出。2016年から TBS 系で松下由き主演によりテレビドラマ化された。警視庁、捜査一家の寺田里氏は、捜査中に大失態を犯してしまい、警視庁付属犯罪資料館、通称赤い博物館に左遷される。犯罪資料館は、 警視庁の管轄下で起きた事件の証拠品や捜査資料を保管する施設である。会員は、サト氏と館長のヒーロー、さえのみ。ヒーローは、雪女のごとく常に冷たい表情で、サト氏ともほとんど会話せず、いつも館長室にこもって、捜査資料を読んでいた。サト氏は連日、朝から晩まで証拠品のラベル貼りをさせられる。 佐藤氏は清掃員の中川きみこと主営の大塚、慶次郎から、ヒーローがキャリアの軽視でありながら8年も犯罪資料館の館長を務めていることや、ヒーローの助手となる官員が次々と辞めていることを聞かされる。佐藤氏は犯罪資料館は退職させたい人物が送り込まれる部署ではないかと疑う。ある日、佐藤氏はヒーローから犯罪資料館で、 証拠品を預かることになった15年前の殺人事件の捜査資料に目を通すよう指示される。そしてヒーローはこの事件の再捜査を行うことを告げる。継続捜査班でも捜査が難航している事件の犯人を見つける最後の鳥りで、それが赤い博物館のヒーローサイコだった。犯罪資料館ヒーローサイコシリーズ赤い博物館のタイトルで、 2016年から2017年まで TBS 系月曜名作劇場で放送されたシリーズ全2回主演は松下幸。警視庁付属犯罪資料館警視庁赤井博物館スタッフの親族その他ゲストストーリー内にたびたび登場する施設会社組織部署事件名などを記すありがとうございます